こんにちは。プロスピエスを巨人純正でやっていますペイです。気づけばもう8月下旬ですね。プロスピエスではシリーズ1が間もなく終了し、シリーズ2を迎えようとしています。シリーズ1の目玉イベントがタイムスリップセレクションとするならば、シリーズ2の目玉イベントはやっぱり OB セレクションでしょう。そこで今回は2022 OB セレクション登場選手予想をやっていこうと思います。この動画ではまず OB セレクション解説動画の第1回目として、昨年の OB セレクションの流れと登場選手の確認をしていき、今年登場しそうな選手を紹介していこうと思います。ちなみにこのチャンネルではプロスピエスの巨人の情報を巨人純正目線で解説しています。巨人純正の方にはもちろん、そうでない方にも有益な情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは本題に行きましょう。まず OB セレクションとは、すでに現役を引退された方が全盛期の能力で登場する特別エレアリティのことを指します。現役を引退された方が対象なので、巨人のように球団の歴史が長い球団ではかなり多くの OB 候補選手が存在します。では昨年の OB の流れを確認していきます。昨年は外国人 OB セレクションが廃止されたり、ダルビッシュさんや田中将大さんの OB セレクションであったり、藤川さんコラボがあった影響でかなりスケジュールの変更がありました。9月27日に OB 第1弾が登場したのを皮切りに、単純な OB セレクションだけでも6弾構成になっていました。その途中でダルビッシュセレクション、藤川さんコラボ、スピリーグ監督ガチャ、マー君セレクションが開催されたため、年末までかなり過密な日程となっていました。これに加えて10月にアニバーサリーガチャがあったので、かなり諭吉さんが飛んでってますね。今年はどうなりそうかというと、おそらくですが OB6 弾構成は維持されるでしょう。スピリーグ監督ガチャもありそうですし、さらにアニバーサリーが11月に遅れて登場する予定もすでに発表されています。10月に周年記念の球審祭に合わせて、ダルセレ、マーセレレベルのとてつもないセレクションとかが来そうですね。いやー、シリーズ2はガチャ予定がありすぎてエナジーはいくらあっても足りないですね。ではガチャシステムを確認していきます。昨年は OB 第1弾、第2弾、第6弾は30連目で OB 選手1人確定というガチャでした。第3弾、4弾、5弾、スピリーグ監督ガチャは30連目で OB 選手1人確定、60連目で自チーム OB 選手1人確定のガチャになっていました。ダルセレ、マーセレは30連、60連、90連目でセレクションの選手1人確定で、100連以降は S が出たらセレクション選手確定という、シリーズ1であった前半戦活躍セレクションと同様のシステムになっていました。おととしまでは外国人 OB1 段、3段、5段が30連目で確定、2段、4段が60連目に自チーム確定っていうシステムだったんですが、かなりスケジュール、システムともに変わってますね。なので今年も何があるかはコナミさんのみぞ知るって感じですかね。では2022 OB の登場選手予想をしていきます。まずはこの右側の過去の OB 登場リストをご覧ください。この表どこかで見たことありませんか？そうです、カーピチャンネルさんの表から引用させていただきました。もちろんご本人より使用の許可をいただいて自分で作成しています。少し私なりにアレンジしてある部分もありますが、大部分はカーピチャンネルさんのものを参考にさせていただいています。カーピさん本当にありがとうございます。さて本題に戻りまして、このリストでは今年登場濃厚な選手に20丸、登場してもおかしくない選手に丸、出なさそうな選手に三角、対象外の選手にはハイフンをつけてあります。昨年は第1弾で高橋由伸さん、ダルセレで張本さん、第2弾で中畑さん、スピリーグ監督ガチャで岡島さん、第3弾で牧原さん、マーセレで松井秀喜さん、第4弾で長嶋茂雄さん、第5弾でガルベスさん、第6弾で篠塚さんが登場していました。こうして見るとサイクル的に今年ほぼ出るだろうなというのが王さんですね。あとはスピリーグ監督である岡島さんの登場も濃厚でしょう。王さんは2016年に初登場して、2018年、2020年と2年おきに必ず登場しています。なので2022年の今年はほぼ登場するだろうってわけですね。能力としてはもう紹介するまでもないかもしれませんが、弾道アーティスト、ミート80、パワー89、走力64のパワー型で登場しています。守備はファーストが68の C で可能です。特殊で適正 B まで上げられ、
補給も61の C とそこそこ高く安定しています。特能は超アーティスト、連発回、存在感となっています。広角打法こそありませんが、その圧倒的パワーで逆方向にも広角打法張りの打球が飛んでいきます。巨人純正エリア隊の最強ファーストは間違いなく王さんですね。シリーズ 2OB の中でも絶対に取りに行くべき選手になっています。あと登場しそうなスピリーグ監督の岡島さんですが、9位78、制球61、スタミナ63で登場しています。称号で9位 A が可能ですね。変化球はこんな感じです。特能もこんな感じで、リア隊ではかなり厳しい性能となっています。ガチャスケジュールが立て込んでる中、この性能だと今年もスルーしちゃいそうだな。以上、今年の OB で登場が濃厚な選手の紹介でしたと言いたいところなんですが、さすがにこれだと少なすぎますよね。なので私ペイが独断と偏見で OB 候補を絞り出してきました。先ほどの OB 過去リストを見返しても、今年王さん、岡島さんが登場しそうだなってことぐらいしかわからないんですよね。そのため今年はOB として初めて登場する新規 OB 選手が多数登場するのではないかと思っています。ただ新規の OB 選手といっても候補がかなり多いですよね。そこでいくつかのカテゴリーに分けて考えていこうと思います。新規 OB のカテゴリーとして、他球団で過去に登場している OB 候補、例を挙げるとタフィーローズ選手、谷義朝選手、グライシンガー投手などですね。2つ目に過去に巨人の S ランクとして登場している OB 候補、例としてはラミレスさん、マシソンさん、上原浩二さんなどですね。3つ目としては完全新規 OB 候補、例を挙げると藤村大輔さん、高橋久典さん、ディッキー・ゴンザレスさんなどですね。この他球団 OB、 準新規 OB、 完全新規 OB の3つに分けて解説していこうと思います。ですがどうしても動画時間が長くなってしまうんですよ。なので今後この3つのカテゴリーに分けてそれぞれ動画を出していこうと思います。そこで見ている方にお願いがあります。アンケートをさせてください。今挙げた他球団 OB、 準新規 OB、 完全新規 OB で何が一番気になりますか？ぜひコメントで教えてください。その人気の順番で動画を作ってアップしていこうと思います。この OB 選手予想が面白そうだな、気になるなと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録をしていただいて通知もオンにしていただけると嬉しいです。はい、いかがだったでしょうか。今回は2022年の OB 選手予想をするにあたって、昨年の OB セレクションの流れ、登場選手の傾向などを確認していきました。今年は王さん、岡島さんの登場はほぼ確定ですね。しかし逆に言うと王さん、岡島さん以外は本当に不明です。なので次回以降で新規 OB 選手の予想をしていこうと思います。今回の動画が少しでも面白かった、ためになったと感じていただけたら、ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。